マリー・テレーズ・シャルロットは、フランス国王ルイ16世と、王妃マリー・アントワネットの長女。ルイ16世の弟・シャルル10世の長男である、ルイ・アントワール王大使の日となった。ルイ16世とマリー・アントワネットの子女の中で唯一、天寿を、全うした。マリー・アントワネットと子供たち、マリー・テレーズ・マリー・テレーズは、ルイ16世とマリー・アントワネットの長子として、ベルサイユ宮殿で生まれた。 二歳の結婚から7年目にして、ようやく生まれた子供であった。名前は祖母である、女帝マリア・テレジアの名のフランス語系である。幼少期は、ブルボン家とハプスブルク家の血を引くことに誇りを持ち、プライドが高く、少しコマシャックれた性格であった。9歳の頃、ベルモン神父から、母が落馬したが無事だったという話を聞かされた。マリー・テレーズは、もし母が死んだら、 何をしても自由だったのにと答え、神父をあぜんとさせた。養育係が謝って、彼女の足を踏みつけた。その晩、足の不詳に気づいた養育係が、なぜ不詳を訴えなかったかを問うと、あなたが私に怪我をさせて私が痛がっているとき、あなたが原因だと知ったらあなたの方が傷ついたでしょう、と答えたというエピソードがある。マリー・テレーズはまだ幼い頃から、 自分の体重と同じぐらいの重さのパニエを身につけ、公式行事や社交の場に顔を出していたため、幼い頃から母への悪口を耳にしていた。1789年5月5日の三部会では、両親に恥をかかせたオルレアン公爵や民衆を憎んだ。それでもフランス革命以前は、人々からフランス国王の第一女子着手の称号マダム、ロワイアルと呼ばれ、愛された。 10歳の頃、1778年7月31日に、ベルサイユグルの駒マ遣いが出産したマリー・フィリピーヌド・ランブリケが、マリー・テレーズの遊び友達として迎えられた。この少女は、マリー・テレーズと、ウリフつだった。1788年4月30日に、マリー・フィリピーヌの母・フィリピーヌが亡くなると、マリー・アントワネットは、エルネスティーヌと改名させ、幼女にした。 ルイ16世は、エルネスティーヌのために部屋を用意させ、高価なピアノやドレスを買い与えた。マリー・テレーズは、弟のルイ・シャルルと共に、養育係のトゥルゼール夫人の娘、ポリーヌ・ド・トゥルゼールによく懐いた。1789年10月6日、マリー・テレーズは、家族や定身と共に、チュイルリー宮殿に軟禁された。1790年4月4日、エルネスティーヌと共に、 父から生体配慮を受ける。1791年6月21日、バレンヌ事件が起きたが、前日にエルネスティーヌは父、ジャックを訪問するため宮殿を離れていた。1792年8月9日、チュイルリーグが襲撃された。かねてからマリー・アントワネットよりエルネスティーヌの安全を命じられていたマリー・テレーズの教育係の寿司夫人は、 エルネスティーヌを連れて、チュイルリーグを脱出した。8月13日、マリー・テレーズは、家族と共に、タンプル島に遊兵された。父母と、オバエリザベートは、革命政府により、ギロチンで処刑され、弟、ルイシャルルとも引き離され、2年近く一人で、遊兵生活を送った。マリー・テレーズは、国民公会による尋問には必要最低限の言葉で答え、 国民公開面会社からの質問には全く答えなかった。また、幽閉後、発病した弟の健康状態を常に気にかけ、ルイシャルルに治療を施すようにと何度も国民公開に手紙を送った。マリー・テレーズの部屋では、下の木沢橋に幽閉されていたルイシャルルの泣き声がよく聞こえてきた。少女の慰めは、エリザベート王女が残した毛糸で編み物をすることと、 カトリックの祈祷所と信仰であった。ロベスピエール処刑後、国民公開政府末期には、待遇が良くなり、1795年7月、身の回りの世話をするアルザス出身のマドレーヌ・エリザベートルネイレールボッケド・シャトレヌ夫人が、雇われた。30歳のド・シャトレヌ夫人は、マリー・テレーズのために、衣類や筆記用具や本などを差し入れ、庭園を散歩をする許可を得て、 ルイシャルルの愛犬スパニエルザッシュのここをペットとして部屋に呼んだ。ドシャトレンヌ夫人は固く口止めされていたが、次第に彼女が気の毒になり、伏せられていた母と叔母の処刑を知らせた。また、誰ともほとんど会話のないまま2年近くを過ごしたマリー・テレーズの発生以上の強制を手助けした。しかし、彼女のガリガリと話す発生以上は、生涯なくならなかった。マリー・テレーズは、 ドシャトレンヌプジンと親しくなると、イトシールネットと呼んだ。この頃のフランス国民は、遊兵されたままのマリー・テレーズに同情的になっており、彼女が散歩に出られるようになると、ルイ16世の近似フランソワイユーは近くに部屋を借り、大きな声で歌ったり、かつて王室で使われた暗号を使用して、彼女に手紙を送った。タンプル島近くのボージョレ通りは、 マリー・テレーズを見学しようとする野獣まで溢れた。オーストリアで1795年7月30日、マリー・テレーズの母方のいとこの神聖ローマ皇帝へ、フランツ二水は、フランス共和国政府が出した条件を受け入れ、フランス人捕虜との引き換えによるマリー・テレーズの身柄引き渡しに同意した。9月、ドトゥルゼル夫人とその娘ポーリーヌと面会、間もなく、彼女と釈放され、 ウィーンに送られることを話す。この時、マリー・テレーズは、ルイ・シャルルが使った部屋を案内した。12月19日、マリー・テレーズが嫌っていた元養育係のど、寿司夫人とその娘、ローバンの五万、憲兵のメシャンと共に深夜、タンプル島を出発する。翌1796年1月9日、ウィーンのホーフブルク宮殿に到着する。しかし、ナポレオン軍が、来た。 イタリアで優勢となると、プラハ近郊に夏頃まで避難した。マリー・テレーズ・ウィーン宮廷では、亡命貴族支援とブルボン家再興のため尽力し、フランツ2世は、マリー・テレーズを丁重に扱い、手当も与えたが、手紙や面会人を厳しく監視した。しかし、マリー・テレーズは時に、レモンの果汁で手紙を書くなど、非常に慎重に文通や送金を行った。 1797年、文通を続けていたドシャトレヌ・夫人が出産した男児を命名を願う手紙が届き、自分の名前からシャルルと名付けてはという提案を返信したが、皇帝の監視を逃れるため即けない返信となった。この年、ナポレオン・ボナパルトがウィーンに進軍した。フェルセン伯爵は、マリー・アントワネットが、マリー・テレーズのために、 親類や友人に分散して残した金と宝石を取り戻し、彼女が相続できるように各国の宮廷を奔走した。フランツ2世がそのほとんどを手に入れていたが、1797年2月24日の越見で、フランツ2世は、マリー・テレーズが相続すべき財産の所有を認め、後に、彼女の持参金にすると、フェルセン博に答えた。フランツ2世は、 マリー・テレーズを自分の弟のカール大公と結婚させて、フランスの利権を手に入れようと考えていたが、彼女はブルボン家のおじが勧める父方のいとこのアングレーム公、ルイ・アントワーヌとの結婚を選び、ヨーロッパ大陸の味方が欲しかった、フランツ2世も黙認した。ウィーン宮廷では、ナポリ王国出身の重視、フランツ2世の皇后マリア・テレジアと互いを嫌いあったが、 皇帝の妹マリア・クレメンティーナ大王女、マリア・アマーリア王女とは親しく、1798年にマリア・アマーリアが死去した際には非常に悲しんだ。スペインブルボン家のカルロス4世はマリー・テレーズに年俸を与えると同意し、フランツ2世はミタウまでの旅費を負担すると約束した。トリーア先帝公、クレメンス・フォン・ザクセン・フリードリヒア・アウグスト3世の叔父から、 革命以前に養成した弟、ルイ・ジョゼフの肖像画とルイ16世が断頭台で着用した血で汚れた肌着を受け取り、それらを自産しミタウへと旅立った。クールラント1799年春、オジルイ18世の亡命地ロシア領クールラントのミタウ城に到着した。彼女はルイ16世の処刑に立ち会ったエッジワース神父と対面したが、神父は涙ぐみ言葉にならなかった。 マリー・テレーズは、同年6月10日、アングレーム公ルイ・アントワーヌと結婚した。結婚祝いに、ルイ18世は、ルイ16世夫妻の結婚指輪を、マリー・テレーズの手のひらに乗せると、新道新婦は抱き合って泣いた。当時のロシア皇帝パーベル1世は、署名入りのロシアの結婚証明書に豪華な、ダイヤモンドのアクセサリー一式と金が詰まった、財布。 帽子とガウンを山のように送った。マリー・テレーズの勇気を褒めたたえ、フランスに帰国できるまでロシア領滞在を認める手紙も添えられていた。彼女はパーベル一世に自分の家族に尽力してくれた例を述べた。この頃のマリー・テレーズについて、ルイ十八世は両親にそれぞれ似ており、身長は母親ほど高くないが、かわいそうな妹よりは高い。 軽やかに優雅に歩き、悲運を語るとき涙は見せない。善良で親切で優しいと弟のアルトワ伯爵宛ての手紙で表した。この結婚はアングレーム公の父アルトワ伯が王政復古がなった際に気の毒な王女と共にフランスに戻ることでイメージアップを図る狙いがあったとの説もある。アングレーム公はタイナポレオン戦線に加わることを望み、1800年4月、 ナポレオンが第二次イタリア戦役を開始するとコンデコーと共に戦うためミタウを去った。夫婦は愛し合っていたがイギリスで合流するまで長年離れて生活せねばならなかった。5月、ミタウを訪問したフェルセンハクはマリー・テレーズから生きる気力を感じれられず結婚生活が不幸なのではと考えた。その後、 父の処刑に賛成票を入れたオルレアン号の長男ルイ・フィリップがやってきたが、マリー・テレーズは面会すら拒んだ。1801年1月22日、ルイ18世はパーベル1世より、ロシア領からの退去命令を下され、マリー・テレーズにはサンクトペテルブルクで自分の客として過ごすよう勧めた。しかしマリー・テレーズは、叔父の2代の馬車の一行に加わった。 真冬のロシアから行き先もない旅をするため、家具を売却して旅費に充てた。旅費も乏しい極寒の旅の最中、ルイ18世の秘書であり、マリー・テレーズの危機財主催だったマリー神父が自殺する。彼は最後に、と昭和事情と彼女の次女の名前を残す。聖職者の密かな恋を知り、マリー・テレーズはショックを受ける。ルイ18世は、プロイセン王。 フリードリ・ヒビル・ヘルム三世に滞在許可を求める手紙を送り、メーメル滞在中に、プロイセン王からナポレオンを刺激したくないので、フランスの許可を先に待つという返事を受け取る。マリー・テレーズは、母の幼馴染フレーデリケの娘、プロイセン王ヒルイーズからサンクトペテルブルクに安全な場所を提供されるが、おじを見捨てられない。私は我々全員の場所を求めていると断った。 その後、ルイーズ王妃は、ナポレオンが、ルイ十八世は、リル白爵、マリー・テレーズは、ラ・メイユレイ公爵夫人と名乗る条件付きで、この一家と側近をワルシャワに滞在許可を出したという手紙を、マリー・テレーズに送った。ルイーズ王妃はその後も王に代わり、フランス亡命宮廷のために、ナポレオンや各国の王族と交渉し続け、マリー・テレーズの頼れる友となった。 ワルシャワ1801年3月6日、一行はワルシャワに到着した。数週間後、休暇を取ったアングレーム校が到着した。その直後、パーベル一世の暗殺に息子アレクサンドル一世が関わっていたことを知る。アレクサンドル一世は、ブルボン家にあまり関心を示さず、父が支払っていた半額以下の手当しか出さなかった。しかし、ポーランドを、 スタニスワフ・レッシチニスキの彦であるルイ18世と熱心なカトリック信者であるマリー・テレーズはワルシャワで非常に歓迎された。ワルシャワではベルサイユのように宮廷儀礼が作られ彼女はフランス亡命貴族の支援や修道院や貧民を見舞う事前事業も行った。ポーランド貴族たちは亡命宮廷がレッシチニスキ宮殿で夏を過ごすよう手配した。この頃 ルイ18世は政治的な相談についてマリー・テレーズを頼るようになった。ワルシャワにフランス王室が定住すると、ミタウやヨーロッパ各国からルイ18世のために定心たちが集まった。カルロス4世やフランツ2世、アルトワハクからの送金だけでは宮廷費が賄えず、マリー・テレーズはパーベル1世から送られた豪華なダイヤモンドを売却した。ルイ16世に使え、 ルイ18世の側近となった有段尺は、1801年から1802年の冬の厳しさ、マリー・テレーズの剣役、そして彼女がよく泣いていたことを記録している。1804年3月21日、今月公がナポレオン暗殺を企んだという演罪により処刑された。ワルシャワの亡命宮廷は4月9日にこの事実を知った。ナポレオンを マリー・テレーズは憎しみを込めて、犯罪者と呼んだ。再び、クールラント、そしてイギリス1805年4月、亡命宮廷は再びミタウに戻った。ナポレオン軍によるプロイセンとロシアの攻撃が始まると、マリー・テレーズとエッジワース神父は、ミタウの負傷兵を看護した。看護中にエッジワーズ神父は、ーチフスに感染し、5月22日に病死し、悲しみに襲われた。 ミタウを訪れたアレクサンドル一世は、間もなく、ロシア帝国がナポレオン軍に敗北すること、ヨーロッパ大陸にブルボン家の安住地はなく、スウェーデン国王グスタフ4世が避難場所を用意することを知らせた。8月、グスタフ4世が用意したフリーゲートカントローヤ号に乗り、ルイ18世とアングレーム公は妻たちを残して、ストックホルムへ旅立った。 グスタフ4世は二人を手厚くもてなしたが、二人は突然やってきたベリー公と共に、イギリスへ向かった。イギリス国王ジョージ3世は、スコットランドのエディンバラに向かう条件付きで、下船許可を出したが、バッキンガム公爵が仲介し、ロンドン北東部のゴスフィールドフォールを、フランス亡命宮廷の定住地とした。1808年8月、マリー・テレーズは、 ルイ18世の日マリー・ジョゼフィーヌとコスフィールド・ホークに到着した。翌1809年4月、フランス亡命宮廷はバッキンガムシャーのハートウェル・ハウスを年500ポンドでバッキンガム公爵から借り移転した。マリー・テレーズは田園地域の城で夫や親族と帝身に囲まれ暮らした。ギフ・アルトワ博はロンドンの館に暮らし、アングレーム公夫妻を 社交の場に招き楽しませた。イギリスの人々もフランス亡命宮廷に優しく接した。1810年3月11日、マリー・テレーズがウィーン宮廷時代に可愛がっていたマリアル・イーゼがナポレオンに嫁いだという知らせに、ルイ18世もマリー・テレーズも衝撃を受けた。フランス亡命宮廷にはフェルセン伯爵殺害、プロイセンオーヒル・イーズの病死と悪い知らせが続き、 マリー・テレーズは落ち込んだ。1812年2月、認知症となったジョージ3世の折衝となった王太子は、亡命中のフランス王室と帝臣たちに安全な場を提供し続け、亡命王室に多額の手当を出し、フランス亡命貴族にも愛を持って接し、盛大なパーティーを催して楽しませた。舞踏会の際、栄誉ある王太子の右隣には、マリー・テレーズを座らせた。 彼女はもちろん、王太子を気に入った。1813年1月、マリー・テレーズは結婚13年目にして解任し、王室は喜びに包まれる。しかし、妊娠がかなり進んだ時期に流産してしまう。その後、彼女が妊娠することはなかった。フランスへの帰国1814年、ナポレオンがロシア遠征で敗れたことを機会に、イギリスを後にした。 4月29日、コンピエーニュに到着した際、トゥルゼルプ人、結婚して、ベアルン伯爵夫人となっていたトゥルゼルプ人の娘、ポーリーヌと再会した。二人は泣きながら抱き合い、再会に歓喜した。パリに戻ってからのマリー・テレーズは、幼い頃に新産を舐め尽くしたチュイルリー宮殿での暮らしを嫌った。そこにはナポレオンによりあちこちに N と刻み込まれ、 ミツバチとワシの装飾が付けられていた。マリー・テレーズはナポレオン時代に貴族となった信仰貴族には決して気を許さず、洗礼名で名前を呼び彼らを怒らせた。信仰貴族たちはマリー・テレーズがイギリスの田舎臭い格好でパリに戻ったと嘲笑した。ルイ18世は人前でムスッとした顔をしないこと、垢抜けない服装をしないこと、人前では くれないぐらいをつけなさいと彼女を叱った。また、低成果で成功したかつての仲間も、マリー・テレーズは嫌った。マリー・アントワネットの次女だったカンパン夫人が学校を開き、ボナパルト家の人間を教育していたことを知ると、彼女との面会も拒んだ。反対に自分が苦しい時に尽力してくれた、ポーリーヌには、夫と子供と宮廷に来てくださいと手紙を送り、 当時ナポリにいたドシャトレヌプジンには年俸を定め、自分を尋ねるよう手紙を書き、息子のシャルルには、親衛隊関連の仕事を世話した。ルイ16世とマリー・アントワネットの遺体は1805年に発見されていたが、ルイ・ジョゼフの遺体は、マリー・テレーズが帰国後も見つからなかった。亡命時代からルシャルルだという人間が現れては、マリー・テレーズに面会を求めたが、 彼女は一度も面会に応じなかった。しかし、彼女は弟の生存を確かめるべく、12月13日に、かつての弟のローバン・アントワーヌ・シモンミ亡人を非公式に訪ねた。シモン夫人は、ルイ・シャルルはタンプル島で死んでおらず、1802年に自分を見舞いに来たと答えた。翌1815年1月27日、 パリ市立病院を見舞っていたマリー・テレーズは、ルイ・シャルルの検視を行ったフィリップ・ジャン・ペルタン医師を紹介された。二日後、ペルタン医師は、再び彼女と会い、ルイ・シャルルの心臓を切り取った経緯を話し、その入れ物を渡したいと伝えたが、その後何度も手渡すことに失敗し、1825年5月にパリのドケラン大司教に、それを託した。 1826年9月にベルタン医師が亡くなると、クリスタル容器に入った心臓は大司教の図書室に隠された。100日、天下この頃のフランス国民は、マリー・テレーズの地味な衣装や不機嫌さを嫌ったが、極寒のミタウからワルシャーまでおじを支えて旅した勇気を称え、新たなアンティゴーネと呼んだ。彼女はブルボン家の最高に熱意を燃やし、フランス各地を視察した。 アングレーム公もそれを支援した。1815年3月12日、滞在先のボルドーにアングレーム公が到着するが、ナポレオン逃亡の一報を聞くと、アングレーム公は引き返して、ニームで4000人の国王軍を指揮し、マリー・テレーズはボルドーに残り、小さな国王軍の主導権を握った。3月20日からのナポレオンの100日天下に際しては、 ガロンヌ川岸のベルトラン・クローレル率いる革命軍と反対側に陣取るブルボン家軍が緊張する中屋根のない場所で立ち上がり反ナポレオンの挙兵演説を行ったその内容は翌日ロンドンのザ・タイムズに紹介されたこれを知ったナポレオンはマリー・テレーズをブルボン家唯一の男性と揶揄したヘントに逃れていたルイ18世は彼女を バラ戦争でヘンリー6世のためにランカスター家の軍隊を指揮したマーガレット・オブ・アンジューに例えた。マリー・テレーズはその後再び亡命し4月19日にイギリスに上陸。彼女はまずブルボン港に手紙で消しかける。ヘントに逃れていたルイ18世に送った手紙ではナポレオンをあの男と呼んだ。ナポレオンは マリー・テレーズと亡命中の夫との書簡の一部を奪い、その中身を公開した。この行為に彼女は怒り狂った。7月29日にパリに戻るが、臆病なルイ18世にうんざりしていた。帰国するや、否や、彼女は、チュイルリー宮殿にある N の文字、蜜蜂とワシの装飾をすべて取り払うよう命じた。そしてルイ18世に頼み、100日天下の頃、 自分を王座につけるよう民衆を煽っていた、ルイ・フィリップをフランスから追放させた。ルイ18世時代マリー・テレーズは、死の間際の父から、憎しみを捨てるようにと悟されたが、ルイ・フィリップとナポレオムへの憎しみはいつまでも、呪縛のように彼女について回った。アルトワ・ハクとマリー・テレーズは超王党派となり、出版の自由の制限や教会勢力の増大、完全な国王主権を望んだ。 ルイ18世は中道的で時には自由主義者と妥協することも厭わぬため総理が合わず政治面で何度も衝突したという。また過激で無慈悲な白色テロを先導した。これには幼少期に受けた過酷な体験が影を落としていたと言える。そのため復讐のためフランスに戻った王女とも呼ばれるほどであった。アングレーム公はイギリス亡命時代に触れた。 議会政治への憧れが徐々に強くなり、夫婦は政治面に口論することもあった。しかし、ボルドーで彼女が見せた勇気と慈悲深い性格を人々は称え、作家で政治家のシャトーブリアン夫人は1816年、パリに元亡命貴族と聖職者の避難所のマリー・テレーズ病院を作った。ルイーズ王妃に先立たれたプロイセン国王が最初の寄付者となった。 この年、ルイ18世は、マリー・アントワネットが最後を過ごしたコンシェル・ジュリーの、独房を公開した。教会は、敬虔なマリー・テレーズに司教と数奇教を、指名する名誉を与えた。6月17日、アングレーム公の弟ベリー校が両シチリアを、フランチェスコ1世の長女マリー・カロリーヌと結婚した。ところが、1820年2月13日、オペラ座で、 ベリー公は、狂信的なボナッパルト派のバグや、ルイピエール・ルベルにより暗殺された。王族一同が、警察大臣、エリー・ドゥカズの罷免を求め、アルトワ・ハクシャクとマリー・テレーズはこの事件を、ルイ18世の自由主義的政権と権力を強めた、ドゥカズの生とした。彼女は、ルイ18世に、もう一緒に食事をしません。パリを立ち去ろうと思いますと、 夫婦で南西部へ行こうとする意志を見せると、ルイ18世は情報し、ドゥカズを罷免した。9月29日に、マリー・カロリーヌが、アンリ・フェルディナン・デュードネを出産する。マリー・テレーズは、友人ポーリーヌに、やっと永遠に、諦めがついたから、子供がいないままでいるわと心中を漏らした。マリー・カロリーヌは社交に熱中し、子供たちと過ごすことは少なかった。 マリー・テレーズは幼いお糸名が自由に遊べる、プチトリアノンのような場所を望み、自らも辛い思い出から離れるために1821年12月29日、パリ西部にあるビル・ヌーブレタンの屋敷を購入した。図書室には、彼女が集めた旅行記や革命誌の本が並び、父ベリー公を失ったルイーズとアンリのために動物を集め、農場を作った。 彼女は農場で採れる牛乳と生クリームを自慢にし、パリに持ち帰っては友人たちと楽しんだ。しかし、政治的な面で嫌っていた、リッシュ流行ュが参加した晩餐会では、彼の皿にそのクリームを与えなかった。シャルル10世時代マリー・テレーズ1824年、ルイ18世が病死した。アルトア博が国王シャルル10世となり、マリー・テレーズは王太子妃となる。 おじるい18世によく使えたように、彼女はこのおじにもよく使えた。1825年7月24日、差出人不明のマリー・テレーズ殺害予告文を議会で大臣に見せた。未だ彼女は性的から狙われていた。だが、彼女を死体訪問する人々は絶えなかった。大大使妃の身分となっても45人の使用人しか雇わず、失踪と倹約を貫いた。 そしてベリー校のイジルイーズとアンリの面倒を見た。二人はおばによくなついた。フランスに帰国していたルイ・フィリップは相変わらず嫌っていたが、毎年元日にはオルレアン家の子供たちにプレゼントを送った。だが、ルイーズとアンリにはかつて自分が母にされたように多くのおもちゃを見せてからありがたみと貧困の教えを説き、おもちゃを送り返した。子供たちはこれをよく理解し、 不満は口にしなかった。孫たちの様子は、シャルル10世を満足させた。イギリス1830年、7月革命によって、またしても、シャルル10世一家は、長い亡命生活を送ることとなった。パリでの暴動の後、マリー・テレーズはビルヌーブレタンの屋敷を売却した。購入した、ドゥカズ死爵は、ベリー公安殺の際に罷免されたドゥカズの兄弟であった。 亡命準備をしたマリー・テレーズは、親友・ポーリーヌと泣きながら別れた。彼女は別れの際に、マリー・アントワネットの遺品の印象をポーリーヌに差し出した。これが二人にとって、根性の別れとなった。7月革命の4ヶ月前に、スペイン国王フェルナンド・7世は、娘・イサベルのためにサリカ法を廃止、弟・カルロスの王位継承を邪魔した。 フランスのブルボン家が後にこのニュースを知った際、マリー・テレーズはずっと前にフランスがやるべきことだったと不満を表した。シャルル十世一家は8月3日にパリを出発し北上した後、8月16日シェルブールからイギリスへ渡った。ワイト島のセント・ヘレンズへ上陸させられた一家は、ウェリントン公がウィリアム4世の代理となった新書を受け取る。そこには、 詩人として到着するなら、イギリスに避難所を用意すると記されていた。イギリスでは、シャルル10世は、ポンティユー伯爵、マリー・テレーズは、マルヌ伯爵夫人、ベリー・コーヒーは、ロニー伯爵夫人、アンリは、シャンボール伯爵と名乗った。カトリック教徒のトマス・ウェルド教は、国王一家に、同セットのラルワース状を課した。マリー・テレーズは、秘書のシャルレ男爵の格策により、 一家を養うための多くの金をロンドンの銀行カワースから受け取った。10月、一家はエディンバラのホリールード宮殿に移ったが、ここは一般公開されており居心地が悪く、マリー・テレーズは宮殿の近くに小さな家を借りた。シャルル10世は老年を孫に囲まれて暮らすのは幸せだとたびたび口にした。オーストリアの日ごげフランス新政府とイギリスの関係が、 改善されると状況は一変し、シャルル10世は、オーストリア皇帝フランツ1世を、頼りプラハへ移ることに決定した。その際、マリー・カロリーヌは、同行を拒み、シャルル10世はしぶしぶ、フランスに帰国した際、息子が未成年の場合は、ベリーコーヒーを摂傷とすると宣言し、署名した。その直後、マリー・カロリーヌは姿を消し、 ヨーロッパ各地を転々とした後、1832年4月に、ブルボン家支持者、アルマサンコーラと共に反乱を起こし、逮捕された。交流中のマリー・カロリーヌが、青年弁護士との愛の子を妊娠していることと、エッドオレル刑事パンリハクトの秘密結婚が明らかにされ、嫁の不定に起こった、シャルル・十世は、マリー・カロリーヌを絶縁し、マリー・テレーズが、母親代わりに、 ルイーズとアンリを養育することになった。プラハではフラド神情を用意してもらい、ここに生活してシャルル・ジュッセイラとベルサイユの伝統的儀礼を復活させた。彼女はここで詩集をして静かに過ごし、その詩集はオークションに出され、収益は恵まれない者に寄付された。1836年にオーストリアの都合でモラビアのキルシュベルク城へ、 その後ゴリツヤのグラフファンベルク城へ転居した。ここでギフシャルル10世を1836年に、オットアングレーム港を1844年に見取った。あと、今度はウィーン郊外のフロースドルフ城へ転居した。ここで彼女は散歩に読書、詩集、祈りを日課として静かに暮らした。詩集はオークションにかけられ、売り上げは貧しい者たちに寄付された。 マリー・テレーズは1851年10月19日、肺炎のため死亡した。夫との間に子がなかったため、ルイ16世とマリー・アントワネットの血筋は途絶えることとなった。ありがとうございます。